タケチカオは、朝日放送の元アナウンサー、ABC 開発株式会社常務取締役、兵庫県神戸市出身。子供の頃に見た、1964年、東京オリンピック会開会式での NHK、北出聖五郎アナウンサーの実況に感銘を受けて、スポーツアナウンサーに憧れる。大阪府立池田高校時代は、公式野球部に所属し、2年聖事は3番星として、 夏の大阪府大会ベスト8に進出。3年時は副首相を務めた。また、同名の吉見で1971年夏の甲子園に出場した徳島の池田高校の練習の補助に借り出されたことがあり、スタッフ宮監督とはこの時から面識があった。卒業後は同志社大学へ進学し、卒業後の1977年4月、朝日放送へアナウンサーとして入社。 以来スポーツ実況を担当。その後、2000年からアナウンス部を離れ総務部へ移動。総務部長、総務局長を経て、2012年2月1日付人事にて、関連会社である ABC 開発へ人事局付局長同等、局長待遇にて出向し、常務となる。阪神甲子園球場で行われるプロ野球、阪神タイガース対、読売ジャイアンツの実況や、 全国高等学校野球選手権大会で数多くの試合を実況を担当。中でも日本シリーズでは1989年の日本シリーズの第2戦のテレビ実況、全国高校野球選手権大会では1989年から1999年まで決勝の実況を務めた。1998年には横浜高等学校松坂大輔投手が 決勝、ノーヒットノーランを決めた試合を実況した。その他には1983年から1993年まで、全日本大学女子駅伝対抗選手権大会では、ABC 放送センターのメイン実況を務めた。また、1992年9月11日の日本プロ野球史上最長、6時間26分の大熱戦となった。 阪神タイガース対ヤクルトスワローズ戦の実況も務めた。アナウンサー当時は認定放送持ち株、会社移行前の旧朝日放送。連合通信2012年1月18日。ありがとうございます。